はいどうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、ということで今日はメンテ明け後、はい、UR アバター戦のチワちゃんがリリースされましたが、はい、今回の動画は、この千里ちゃんの分析をしていく前に、はい、まずは、今回のメンテから新しく実装された結婚イベントのフルボイス機能、はい、それと倉庫拡張機能ですね。はい、まずはそちらを駆け足で見ていって、チワちゃんの分析動画に関しては、今日の夕方か夜にもう一本動画アップしようと思いますので、はい、楽しみにしていてください。はい、ということでまずは、フルボイス見ていきますか。はい、ちょっとコーソンさんで見ていきますか。はい、ちょっとゆっくり見てる時間はないので、どんな感じかだけ一瞬見て終わりにしましょう。市外にある小さな書店、隅の本棚のところに少女が本を読んでいる。ああ、こんな素晴らしい方法があるとは。あれボイスと一緒に少女のバリエーションも増えた気がしますね。漫画ってすごいな。どんどんハマっちまう。あ、すごい。本当に完全にフルボイスですね。昨日ロビーでフルボイスになりますっていう風に書かれていて、まあよくあるのが最初の何文字かだけボイスが入って、あとは読んでくださいみたいなパターンもあったりするんですが、ガチのフルボイスっぽいですね。なんで漫画が下品な本に分類されてるのか本当に理解できない。こんな表情変わりましたっけ、コーソンさん。自分のイメージを壊せないために隠れて読むしかないじゃないか。うん、これは結婚イベントめちゃくちゃやりごたえ出てきますね。うわ、なるほど。いや、ちょっとこのボイス含めた上でまた6話まで見たいですね。はい、まあ今まで全部ね、コーソンさんのセリフも私のクソ雑魚棒読みで読んできてたんで、まあもしかしたらメンバー限定動画なんかでフルボイスバージョン動画アップするかもしれないので、まあ、もしニーズがあったらコーソンさんとか、まあ他のキャラクターもアップしていきたいと思うので、メンバーの方もしよかったらコメント欄にそんなニーズがあるかどうかコメントもらえるとやるかどうかの判断になるので、はい、助かります。よろしくお願いします。いや、これは了解料。はい、そして戦機無双の城作りから今回、はい、城主屋敷の中に倉庫増築機能が加わりましたよっていうことで、めちゃくちゃ立派な倉庫ですね。はい、ちょっと見ていきましょう。あまた石材使うんですか。いや、もう木材にしましょう。あ、しかも見た感じ1対1の比率で消費していくパターンっぽいですね。で、倉庫レベルは1上がるごとに5ずつ上がっていく感じですね。はい、ちょっと何レベルまで上げられるかチェックしていきますか。はい、まずは1レベル。うん。あ、で、2レベル目は2600個。これ後で他の施設と上がり幅どのぐらい違うのかっていうのも比べていきたいですね。まあ、基本5ずつ上がっていって、で、必要材料は600ずつ上がってる感じですね、今のところ。わかりやすいっちゃわかりやすい。いや、これ辛いな。でも野党とか縄文とかのレベルアップもありますからね。うん、これ余裕で満単位の消費になってきますね。あ、ここでマックスなんだ。はい、レベル10でどうやらマックスみたいですね。いや、ちょっと待って、もうちょっと上げません？せめて350だけですか。これまずジャブ打ってるんですかね、運営さんも。で、これで一回運用させてみて、まだ容量上限アップの声が多ければここのレベル上限解放させるみたいな、そんな風に捉えていいんですかね。いや、ちょっとこれで終わりだと寂しすぎますね。うん、250になるだけですもんね。せめてこの訓練所で高速相当するときに、ここが100回まで一気に高速相当できるんですが、まあ上の方のレベルいくと1回必ず4個装備がドロップされるので、100回やろうと思うと400個装備が落ちるんですね。で、今まで倉庫200だったんで100連できなかったんですよね。ここ100回に設定して打ち込んでも50回で止まっちゃうんですよね。なんでここの機能を十分に果たせていなくて、個人的にはそういう部分も今回の倉庫拡張で改善されるのかなっていうふうに思ってたんですが、250だと60ちょっとしか結局回せませんね。いや、400ぐらいまで上げてほしい。はい、一応今回の倉庫拡張結果としてはこんな感じです。はい、1レベル上げていくごとに倉庫の拡張幅は5ずつ、石材木材が初期コスト2000の、そこから600ずつ上がっていって、まあ、レベル10までに合計で4万7000必要と、まあ、一応この伸び幅としては、まあ、他の例えば木マンみたいなやつを見てもらうと、まあ、レベル10まで行く頃には2万近い材料費が必要になってくるのに対して、まあ、意外と割安かなというところですが、まあにしても木材だけで作れてほしいですね。これ以上石材必要とされるのはかなりきついですね。はい、一応野党なんかと比べてみても、はい、野党の方はレベル10まで行っても木材の消費量6000だけなんですよね。で、石材の消費量が多いという感じで、で、その後もレベル20まで各種材料必要になってくるので、はい、もうこっちで材料費持ってかれてしまう分、どちらかというと負担の少ない木材をこっちのメインにしてほしかったですね。はい、ここら辺の木前や倉庫なんかでは、いや、主な材料にしてほしかったですね。んで、何よりレベル10までっていうのがちょっといまいち拡張しきれてない感がありますね。プレハブ小屋1個追加したぐらいの、お父さんの日曜日の DIY ぐらいの拡張具合になっちゃってるんで、もうちょっと上司としてね、これだと民にお金ないのかなって思われちゃうんで、もうちょっとね、大々的に拡張してほしいところですね。多分まだここ10で止めたのは、まずはこれで様子を見ての伸びしろ確保のためだと、はい、信じてます。はい、ということでまずはメンテ明け後のアップデート情報、まあ主に倉庫の拡張機能ですね。
ですね。はい、実際に確認してきました。はい、ということで今日の夕方ぐらいに、はい、またこのチワちゃんの分析動画アップしますので、はい、これから投与して検証して動画作ってきますね。はい、ということでとりあえずグッドボタンだけ押してもらえると、はい、それを横目に動画作っていきたいと思うので、はい、テケテケのエネルギー補給よろしくお願いします。はい、それでは。おっす。